皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、メルマガタイムです。私、メールマガジンを有料と無料の2つ発行しておりまして、いずれもこのチャンネルの概要欄にリンクを記載しております。で、どんな内容かと言いますと、日常生活から 人生設計まで様々なカテゴリーの皆様に役立つ情報を紹介しております。皆様、ぜひ無料版の方からお試しくださいませ。で、えー、この YouTube 配信ではですねあの、過去に配信したメールマガジンの中から一部を抜粋して紹介させていただきます。今回の、えー、テーマは 2025年問題ですはい来年の話ですね。人によっては、え ?2024 年問題じゃなかったのあの、ねえって、運輸業者の話でしょっていう方もいらっしゃるかもしれません。ねえ、ニュースをご覧になっている方は、その業種についてなくともご存知なのが2024年問題。 それとは別にある2025年問題とは何でしょうこれはですね、団塊の世代約800万人。今赤ちゃんは100万人を切りました。今新生児は100万人を切りました。団塊の世代約800万人以上が75歳、つまり後期高齢者となります。 そのため、年金、医療、介護などの社会保障費が限界に達し、社会全体に大きなマイナスの影響をもたらすと言わ,言われている社会問題です。ある一業界の話ではありません。はい。今まで支えてきた方は何百万人もいたので、それを少ない えー、高齢者の方に、えーまあ、支払うのは簡単でしたけど今はそれが逆転しています多くのお年寄りの方々に少ない人数の、えー、労働生産者が年金などを支払っているわけです、はい、さてどうすればいいんでしょう年金減っちゃうかもしれないですだから高齢者にとっても 切実な問題なんです。さあ、どうしましょうはい。ここからが対策の話です。まず、貯金。これは、有効な手段ではありません。なぜかというと、大きな流れとしては、円安が進むからです。円の価値はどんどん少なくなる。貯金していると、利子がついて、やったーっていう時代ではないんですよね。逆に、 価値が下がるんですね。では、どうすべきか。えー、率直に言えば、投資です。もう少し柔らかく言いましょう。資産運用です。こう言えば、ご納得いただけますでしょうか。そうです。資産運用です。これによって、リスクヘッジができるんですね。はい。そして、さらには、 ある程度、えー、お金の余裕のある方は、えー、時間をかけて、時間をかけて、えー、物件、物件を探し、不動産投資。ここにまで進まれるのが良いかと思います。はい。間違いないです。不動産は投資の王道と。 昔から言われております。はい、景気,にされ景気に左右されづらい不動産投資今後の景気の動向にあまり、えー、心配することなくできる投資ですただし先ほど申し上げたとおり物件どんな物件どこの物件を買うかについてはもうかなり吟味しなければならないですし 人によっては、百件見回ってようやく見つけた宝の宝と、これだったらというものがようやく見つかるぐらい、え時間のかかるのも不動産投資です。ただ、高齢者の方、時間の余裕はあるじゃないですか。はい。時間の余裕はあるじゃないですか。はい。そこを、 その自由な時間をぜひ今後の支えとして不動産に不動産投資に向けられてはいかがでしょうかしかしもう一度申し上げますが、えー、余剰資金に余裕のある方のみが打てる対策です。最後に申し上げたのは基本的には資産運用いわゆる投資、はい、しかも まあ、低リスクから中リスクぐらいまでがいいところでしょうか。はい、私は大リスク、いわゆるハイリスク、ハイリダーのものを持っていますが、私は簡単に言うとまんべんなく持っています,、はいそうですね。このあたりは人によって違うと思いますので、はい、ぜひご自身の状況、かかるお金、少子化がどれぐらい進んでいるか、いろんなことを見極めた上で、えー そうですね、英語教育の進化もありますよねはい年金を払う大人になった途端に外国に就職してしまうとかねそういうこともありますからねいろいろ考えて自分の身を守りましょうはい2025年問題のお話でした今回の話は以上となりますまた次の配信または別の配信でお会いしましょうさようなら